まだ有し、いいですかと、物質で、の異なったレベルの、異なったレベルの物質だなが あり得るのですと。クリシナムーティー、That is what I'm trying to get at right. とか、まだにしちゃいましょう。とりあえず。もし時間があったらできたらその下までやります。という、それを確かめたいことなのですというところまで、ね。今日少ないんだよ、あ、これ、こっち、あ、はい、あれ、滝田君は滝田、最初のくらい遅れてくるって藤森さんは短いだけでもえ、本当になんか誰か来るとか言ってわかんない、これで今までも、話して、ここに危険、デンジャーとかなんかいろいろ出てるんですけれど、これは何かっつったら、要は、今日やってるとこの、ミューテーション・オブ・ザ・ブレイン・セルっていうので、題は、Can insight bring about a mutation of the brain cell? っていうのでしばらく小冒険とやったばっかり忘れちゃってたもんね。Can insight bring about a mutation of the brain cell? Mutation.変えていくのが通常変容というような意味なんです。それはどういう感じかというと、だからこういうやつがちょっともうちょっと変わってこうなっちゃってとか、こういうのがなんとなく変容だよ。少しずつこうなんつうのこうもや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 なんかアミーバの形が変わるような感じ。例えばですよ、そういうのがトランスフォーム、形が変わる。それでミューテーションの場合は、これが例えばドッカンって変わっちゃうわけね、突然変異みたいな。 こっちからなんかあのミミズがネズミになるようなまあちょっとよく分かんないけど、例えばそういうようなニュアンスです。だから、洞察が脳細胞を もっと言うと根底的に変えることができるかと、まあこんなような、意味です。それで今の全体の話っていうのは、じゃあこの洞察っていう、要するにこの洞察っていうのは一体どういうものなのかっていうのが、
全体の話の主体になってます。だからこれをあのなんつうの、あの仏教用語で言えば要するに悟りだとかそういう検証とかそういう言葉にのちょっと強いような検証とか悟りとか、まあ、そういうのに近いようなイメージですね。でこれは一体どういうものなんだろうかっていうことがこの全体の議論の内容なんです。でそれで話の流れとしてはまず、思考っていうものを考えていく。思考過程。思いに考える、あれこれローになっちゃった、思考ってなんだ、思考ってどうしてでしたっけ、思考は考える、語みたいな字を書く、真珠の語みたいな、そういうの、こうか、与えるみたいな字、与えるか、こう、あれこう、そう、与えるかの、これでいいんだ。ワープロしか使ってないから、すいません。いろいろアレンジ。ワープロしか使ってないから、字全然書けないから。紙そこにあるから。それと、この思考、まあこれ脳細胞と、こう、やたらくっついてるわけですけど、でこれを見ると どういうふうになるかっていうと、私たちの要するに、今、まあ、いろんなことを多分考えて、今一生懸命私の話を聞いたりして、それでまた考えたりしてるんだけど、要はまず、まあ、すごく簡単に言うと、まず日本語が分かるっていうことがありますよね。で次に今までの知識があるよね。これは例えば人によって随分違うと思うんだよ。仏教関係やってた人だとか、ニューサイエンスやってた人とか、それとかいろんなとか他の、まあ、カルタ集団みたいなとか入ってた人とか、もういろいろそれ多分いらっしゃる。でここに入ってこう、まあ、外の情報がインプットされて、私の話でもいいし、なんか見たもんでもいいし、本でも何でもいいんで、それがインプットアウトプットでこう外側に出てくると、こういう構造になってるでしょっていうのは要するに思考の考え方。これはだからちょっとコンピューターでいうとこうあって、ここに CPU があって、なんだろう、アスロンだからインテルだか知らないけど、そういう CPU があって、ここにさ、この、メモリーがくっついてるわけね、ハードディスクだとか、なんか。それ でここにこのなんていうの、こういうカチャカチャキーボードとかそういうものが入ってる。それでまあこうインターネットにつながってたり、まあ極論するとするわけで、でこういってこういってこうやってこうやって戻ってくる。でこうやって戻ってくる。基本的にはこれ全部メモリーになってるわけです。いわゆるこれ知識と一緒。こういう、まあ、構造になってるでしょ。まあ、別の言い方すると、人間の頭の構造がこうだから、こういうコンピューター作るわけだね。一つの。結構やっぱり自分に似せたものを作るわけですよ。なんかやっぱりロボット見ててもだんだん人間に似てきちゃうもんね、作ってるのを見るとね。目が2つあったりさ。だからそういうことで、まあこういうふうになってるでしょと。それで前の時の問いはどういう問いだったかっていうと、思考は通常はこうなっているけれど、ひょっとすると思考の中には、まあ、そういう知識とかそういうものがありますと、知識とかそういうものがたくさん詰まってますと。でここでこう入って入力されて出力されますと、こういうふうにメモリーと CPU で成り立っておりますと。じゃあところがこれをコンテンツって呼んでるんです。ここでね、コンテンツ要するに中身。